ベサルトベリシャはユーゴスラビア、プリシュティナ出身のアルバニア人のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。日本での登録名はベサルトベリーシャ。5歳の時にドイツのベルリンへ家族と共に移住し、9歳の時にリヒテンベルク地区にあるサッカークラブに入団。いくつかのクラブを経て、17歳の時に所属していたテニスボルシアベルリンでは全国ユースリーグで 特典王に輝いた。この活躍がハンブルガー SV の目に留まることとなり、その後同クラブへと入団した。ハンブルガーでの加入初年度は満足な出場機会を得ることができず、ほどなくしてデンマークのクラブにレンタルされた。2006から07シーズン、レンタル期間を終えハンブルガーに復帰。2006年12月6日、UEFA。 チャンピオンズリーググループリーグ最終節のチェスカ・モスクワ戦ではアルバニア人として初めて UEFA チャンピオンズリーグ本戦で得点を記録。それから10日後のアレマニア・アーヘン戦でもブンデスリーガ初得点を挙げた。2007年7月、イングランドのバーンディ f c へ移籍。3年契約を結び活躍を期待されたが、アルバニア代表での試合中に十字人体を 断裂する深刻な怪我に見舞われ、長期離脱を余儀なくされた。結局公式戦では一試合も出場することはなく、2009年の夏にドイツへ戻り、アルミニアビリーレフェルトに加入。しかし、ここでも十分な活躍を果たせずクラブを退団。プレーの場をオーストラリアへ移すこととなる。2011年8月、オーストラリア A リーグのブリスベンロアー FC に加入。 加入者年度にして、レギュラーシーズンで19得点を挙げ得点王に、輝くと、勢いそのままにグランドファイナルでも2得点を挙げ、リーグ優勝に大きく貢献した。その後も2012から13、2013から14、シーズンと3期連続で2桁得点を達成。後者のシーズンではまたもグランドファイナルで得点を挙げ、チームをリーグ3度目の優勝へと導いた。 2014から15シーズン、同じく A リーグのメルボルンビクトリー FCA 移籍。得点感覚は衰えることはなく、レギュラーシーズンではチームトップの13得点をマーク。3度グランドファイナルで得点を挙げ、自身にとって3度目となる A リーグ優勝を成し遂げた。2018年6月、J リーグサンフレッチェ広島に加入。2019年8月、 サンフレッチェとの契約を解除し退団。2019年9月、再びオーストラリアへ戻り、新たに A リーグに参入するウェスタンユナイテッド FC への加入が発表された。2006年10月11日、アルバニア代表として、ユーロ2008予選のオランダ戦で途中出場、代表デビューを飾る。2007年8月22日に行われたマルタとの 親善試合で代表初得点を挙げた。2016年5月、ベリシャの出生地であるコソボが UEFA 及び FIFA への加盟を認められたことにより、コソボ代表としてプレーすることを選択。2017年3月24日、2018、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のアイスランド戦で、先発出場し、代表初キャップを記録した。 オーストラリアでは A リーグ史上最も優れた外国人選手の一人として評価を受ける一方、ラフプレーやピッチ上での問題行動の多さも指摘されており、ブリスベン時代には1シーズンだけで3度の退場を経験したほか、試合終了後に相手選手を挑発したことがきっかけで乱闘騒ぎを起こし、出場停止処分を受けている。また、 メルボルン時代には接触プレーで治療中に近づいて、来た相手選手を蹴りつけたことで、レッドカードを提示されている。太字はリーグ戦最多。ありがとうございます。